はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回ですね、まあリクエストをいただいたんですが、 VIP 恐竜ですね、VIP の恐竜で、まあ PVP をやってほしいと、こちらのですね、はい、対戦、まあ最近は特に、まあハイブリッドとか、この新しく出た恐竜とかでしか、まあ、やってなかったので、まあ一つ、まあそういう、まあ VIP 恐竜とか、なんかそういうので、まあやるのもまあいいかなと。はい。で、まあ VIP 恐竜って意外とそのハイブリッドとかよりか、弱かったりするので、まあそれも一つなんか勉強になるかなと思って、まあ今回やろうかなと思いました。で、今回まあ使う恐竜なんですが、VIP で、かつ、やはり旬な恐竜ですね。旬な恐竜っていうのを、まあ、使いたいなというところを考えると、やはりこいつかなと。スティギモログですね。こいつ。スティギモログ、先日作ったこのスティギモログ。こいつはね、こうお友達恐竜ですけどね。炎の王国では、お友達っていうか、まあ、うまく利用したみたいな感じですけどね。こいつはほんと小さい割には、その、すんごい強いっていうね。やっぱ体当たり、この石頭がやばいですよね、石頭が。これでもう普通にこのサイズの恐竜ですら、やはり人間はこう制御できないっていうね、レベルに、まあ強いということで、まあちぎちゃいからって舐めんなよっていう感じですよね。スティーモロク。はい。今回こいつをね、こう使って、まあ艦隊でね、艦隊で、PVP やっていきたいと思います。はい。というわけで早速行ってみましょうか。はい。こうやって入ってみると結構まあ後ろの方にいるんですよね。やっぱステータス的にはまあまあまあそこもいまいちいいということで、はい、こんな感じですね。バリオニクスの次にいるという感じですね。でもまあ肉食のバリオニクスとほぼ同等っていうか全く同じステータス全く同じステータスだよねこれ。にしてまあ、肉食のすぐ隣にいるっていうのはまあまあすごいかなと思う。そういうところですよね。とりあえず、まあ、今回はこの艦隊で行くということなんで、まあ、肉食が出てこないことをお祈りするしかないかなというところですね。はい。ということで、さあ、一戦目行ってみましょう。誰が出てくるかな？さあ、結構長いな。おっと、プリオトロドンが出てきたが、なんか全部ハイブリッドだな。全部ハイブリッド。これは勝ち目あるのかっていうところだな、正直。これは勝ち目あるのか。プリオトロドンがそもそも入ってる段階でちょっと、来てるなっていう感じするんだけど。プリオトロドンをとりあえず沈めないと、まあ、進まないよね、これは。なかなか、これは、はい、3からの3ってことで。まあ、1匹やられちゃうと。まあ、700しかないからな、アタックがこっち。さあ、これ4アタックで倒せるかっていうと、これはちょっと微妙だよね。プリオトロドンもやっぱかなり、まあ、一時期はまあ最強のまあ恐竜だったんでね。さあ、2アタック。はい。まあまあ、しょうがない。これはやばいね、本当に。さあ、やっとここに溜まったかっていう感じなんで、ぶっ破していきましょう。はい。ほら。ちいちゃくなって舐めんな。ほら。よし。プリオトロドンをよく倒したが、今度は、ディプロタトル。まあ、こいつなんかは、まあ、ヨマダックだよ。おっと、ギリギリ耐える。危ねえ、危ねえ。まあ、ハイブリッド。だよね。まあ、分かってるんだけど、まあ、かなりやっぱ一匹目が手こずったっていう感じだよね。さあ、今度はなんだ？ヌンダゴサウルス。ということで。ヌンダゴサウルス。533。あー、ギリギリやられちゃったか。敗北ということで。まあ、久々に、敗北を味わうのもまあいいかなという感じですね。いやー、でもやっぱプリオトロドンとかなんかがね、結構戦闘に来ると結構やっぱきついもんがありますね。はい、ということでもう一度行ってみましょう。ちょっとね、
肉食はちょっと勘弁してほしいかなっていうところかな、正直。さあ、ラジャステガ、ラジャステガね、まださっきよりかはマシになったけどね、プリオトロドンよりかはちょっとマシって感じだね。さあさあさあ、ちいちゃいからってなめんなよっていうね。これならちょっとワンチャンいけそう。はい、海からの何もしてこないということなんで、まあガンガードしましょうかね。ガンガード、はい、ガチガード。さあ3からの3きたーよーし、やっぱそこは来るよね、やっぱ。まだ溜める。さあ4からの、さあなんかすごい考えてるぞ、なんかすごい考えてるすんごい考えてるぞ。これは買い物アップ買い物アップになっちゃったよ、なぜかということは多分何もしてないということなんで、このままいけちゃうかな。はい、4700、多分これいけますね。おっしゃ、ちいちゃいからってなめんな、ほら。よし、さあウナイリンクス、こいつもまあハイブリッド装飾で強い方ですね。これどうなるかな。いったー、ヤクザキック食らったわ、ヤクザキック。しかしちいちゃいからってなめんなよ。こっちの方がステータスは若干上だからね。はい、まあ、こんな感じでウナイリンクスもほらほら沈めちゃったさあさらにウナイリンクス、さあ4からの何もしてこないということなんで、まあ、一応マックスアタックでとどめさせたいかなっていう感じなんで、まあ一応こんな感じで食べておこうか。まだ何もしてこないってことは溜めてるっていう感じだな。よし、ぶっぱいけ、スティーモロッコ。おっと、マックスガードしたか。おう、ほら、いいねいいっすね。はい、やりました。スティーモロッコ艦隊で、PVP 一勝することができましたまあまあまあ、スティーキモロコもね、その弱くはないので、正直。そこまで弱いっていうわけではないので、まあ、いずれは勝てるだろうっていう感じですけれど。まあまあまあ、でも、だいぶ苦労しますよね。やっぱ、属性がやっぱ草食っていうのみなんでね、その肉食とかを組み込んでないんで、まあ肉食とかをまあ組み込めばさらには楽になると思うんですけど、なかなか、草食だけでいくっていうのはなかなか、厳しいもんがありましたね。はい。ということで、はい、スティギモロス、スティギモロク。いやー、ちいちゃいからって舐めんなよっていうね。これ、可愛くてほんと強いよね。この鳴き声、このちっちゃい鳴き声、こんなね、可愛らしい恐竜なのにもかかわらず、まあ、映画とかではね、散々バン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 人をね、蹴散らしていって、まあ、それでいて、まあ、このゲームでもね、この体格にして体力が4788、で、アタックが1496あるっていうね、まあ、なかなかのキャラクターですよ、こいつはね。本当にいいよ、スティギモロクね。かわいいし。このスティギモロクを使った、なんかハイブリッドとか、出てほしいよね。スティギーなんとか、スティギサウルスとかね。スティギースクスとかね。なんかそういうの出てほしいよね、なんか。ほんと可愛いんでね、これ。こいつ見た目がね、ほんとちっちゃくて。はい。一応こうちっちゃい、むっくりとしたこの前足とかね。すごい可愛くていいわ、こいつ。見てるだけで結構和んじゃう、みたいな感じ。いいよね。はい。一応生体はもう作った時に見たけど、スティギモロクの後頭部の突起は
成長とともに形状が変化すると。幼体の時は長く立派で大人になると短くなる。さあ、そんなこんなこと書いてあったんです。そういえば大人になると短くなるっていう風に、まあ、書いてあるんで、幼体の時の方がなんかすごいこの角は立派らしいですね。うん、それってまあどうなんだろうっていう感じで、逆に退化しちゃうっていう感じなんで、そこはどうなんだろうっていう感じなんですけど、まあそのこのジャシコールドザゲームの方では、まああえて3回進化であえてその角を伸ばしたっていう感じですよね、確か。うん、伸ばしていきましたね。うん、まあいいんじゃないかな。幼体の時はもちろんこういう見た目で、まあ成長するとまあ大体1回進化のまあこんな感じになっちゃうという感じかな。うん、まあまあまあいいんじゃないかな。はい、まあ、というわけでちょっと長々となりましたが、今回はこのスティギモルク3体使ってね、あの PVP VIP 恐竜でまあ PVP をちょっとやってほしいという要望があったので、それに応えるという形で、一応まあさらにはまあ VIP 恐竜の中ではやっぱ旬なやっぱスティギモルクね、今あのジュラシックワールド炎の王国がね DVD とブルーレイ発売してるんでね、あの動画の概要欄からも、リンク貼ってあるので購入できます。まあ、ぜひ見てない方はね、ぜひ見てみてください。面白いんでね、本当に。はい、でその旬のまあ映画のまあそうだね、まあお友達とかね、まあ、そういう感覚の恐竜であるこのスティギモルクを使って PVP をやってみたという感じでございました。はい、ということでまた次回また何かあればやりたいと思います。では今回はこの辺で終了したいと思います。